エキサイトミュージックをご覧の皆さん、新年明けましておめでとうございます。アーモンドライトです。明けまよめおめでとうございます。開けたね、うん、開けましたね。開けました、はい、本当にすがすがしいですよ、はい、あの1年が始まっていく、まあ、夜明けですから。そうですね、はい、とてもいい1年にしたいですね。はい、はい、そのわけで2012年、はい、振り返ってみてどうですか、まあ、いきなりこんなこと言うのもあれですけど、はい、そうですね、うん、いやいろんなことありましたね。そうですね、止まっちゃう。今考えてる最中です、ね、考え、そうですね、はい、いっぱいあったからね、いろんなことがね。いっぱい、そう、いっぱいいろんなことがありすぎたね、2012年。そうですね、いや本当にですね、うん、まあ、たくさんの人に出会った1年ではあったなと思っていて、ね、まあ、全国各地にですね、まあ、いろんなところに、まあ、ライブしに行ったりだとか、うん、はい、自分たち音楽を届けたりだとかですね、たくさんの人に、会いました。そうですね、はい、その全ての人がですね、優しかったのだけが印象的です、はい、あもう優しかったね。そうそうそう、厳しさも含めて、ね、優しいわけですよ、うん、そうですよね、そうそうそう、まあ、今年も頑張ろうとかね、また会いたいなって思える人がですね、はい、日本全国にいるっていうのは、はい、とても自分たちにとってもですね、嬉しいことだと思います。はい、はい、ですね、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました、ね、まあ、エキサイトミュージックということですね、はいはい、エキサイトしたこと、エキサイト2012年で、まあ、一番エキサイトしたこと、はい、ちょっと話したいなと思うんだけど、はい、エキサイトしたことですか、うん、なんだろう、エキサイトしたことがあるよ、うん、きっとあるよ。じゃあ、まあ、例えば僕の話いくと、うん、僕すごい辛いチャーハンを食べたんですよ、うん、2012年に、まあ、ちょうど夏ぐらいだったかな、うん、皆殺しチャーハンっていうすげえ名前それ明らかにおかしいわけですよ。でその一説、その皆殺しチャーハンっていうのがメニューに書いてあって、下に誓約書記入してくださいみたいなことも書いてあるんです。マジで、はい、でもうそのとりあえず半殺しと皆殺しがあって、まあ、こんなね新年から言う言葉ではないんですけど、じゃ あの半殺しくださいっていうのもちょっとなんか自分的には不甲斐ない、うんうんうん、不甲斐ないなと思ったから、じゃあ皆殺しくださいっつってもらって、うん、で本当に誓約書出てきて、うん、それ記入したんですよ、うん、もう遊び半分ですよこっち、はいはいはい、言ったってね、まあ、それなりの辛さでしょと思って、うん、運ばれてきたんですよ、うん、その皆殺しチャーハンなるものが、うん、で見たらビジュアルが普通のチャーハンなんですよ。あ、真っ赤とかじゃなくて全然赤くないんです、じゃ赤いつもりで心我慢してたんだけど、うん、普通のチャーハンが出てきたの、うん、あ、これ全然美味しそうだし、あれもうどういう風にリアクション取っていいかもう分かんない逆に、うん、もう辛いって言った方がいいのかなってなっちゃうでしょ、うん、でもう一口食べてみたらびっくりっすよ、完全に殺されたんすよ。マジですか。もうね、二度と食べない。本当に味とか分かんないの、もう辛すぎて。そうなんですよ。で友達とは半分ずつシェアして食べたんだけど、うん、もう半分食べたらね、もうね、なんていうんですか、水を次々に運んでもらわないといられないの、うん、マジで口の中に水が入ってないともういられなくて、うん、そっからでかい瓶で5杯水飲んでますからね。すごい飲みましたね。うん、それがですね、僕のエキサイト。そんな辛いんだ。でもまあバンド全体でもいろいろね、うん、ありまして、うん、一番エキサイトしたのはバンドで、まあやっぱりメジャーデビューですかね。そうですかね、うん、本当にですね、まあ新しいことをいっぱいやったからね、うん、そうですね、今までの自分たちがしてこなかったとか、そうですよ、本当にあの新しい可能性にどんどん挑戦する、うん、まあある意味では本当にですね、うん、エキサイトな一年でしたね、うん、はい、ね、そうですよ、はい、そんなことですね、まあ、2013年、まあ、去年を受けてですね、はい、今年はどういうふうにしていきたいかっていう僕らのテーマをですね、はいはい、書いてきたので、はい、それをちょっと発表しようかなと思います。はい、デデン、はい、待ってください。はい、はい、滑らない滑らないもうこの感じがちょっと若干滑ってる、もう滑ってる、大丈夫か、大丈夫大丈夫こんなことをね、僕ら、あの、そうですね、まあ、ミュージシャンじゃないですか、はい、でもやっぱりこれを書いてしまうっていうのはですね、はい、うん、いい感じに喋れるようになりますまあそういう願いは込められて喋りの方なの、うん、いやいや本当に、まあ、楽曲ライブはもちろんのことです ね、 ですね、 MC もやっぱりね、お客さんの心をつかむ重要なファクターですから、そうですね、はい、伝えるべき、ね、そうですね、あとは滑らないっていう言葉には、まあ、いろんな意味をかけられますから ね、 、うん、そうですね、ただ単純に笑いにおいて滑らないとかだけじゃないね、うん、まあ、音楽においてもそうです、そうですね、はい、
滑らないような、1年にしていきたいなと思ってます。はい、はい、まあそんなわけですね、はい、僕たちも、はい、今年いろいろと活動していく中でですね、はい、何本か、ピックアップするライブなどがありましてですね、はい、1月の18日、僕ら大阪でイベントを、イベントがあります、はい、そして、1月25日には、渋谷でワンマンライブも決まっているので、はい、皆さんこの機会にねぜひ遊びに来てください。もう本当年明け、ね、初めのライブなので、ね、はい、これがっつりかましていきたいですね。そうですね、はい、まあ滑らないようにしたいですね。そうですね、まあ、まず最初はステージ上でも滑らないです、ね、僕一回ステージ上で滑ってこけてることありますから。ステージ上でも滑らない、はい、ね、いい、滑り出しを、はい、滑り出しって言っちゃったけど、どっちなんだか分かんないよね。いいライブにしていきましょう。はい、はい、皆さんもですね、はい、素敵な2013年ですね、はい、僕らアンモフライトと一緒に過ごしていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではアンモフライトでした。バイバイ。バイバイ。